です。今、まあ、立ち上げてこれからなんですね。スタッフを集めたり、事務所もこれから探しますけども、まあ、東京で、少数精鋭のスタッフを集めて、そこである程度小回りが利く形でゲーム作りからスタートしたいと、そういうふうに考えています。まあ、新しいスタジオのコンセプトというのは、まあ、これまで通り、非常にこう丁寧なものづくりというのはしていきたいですし、それなりのクオリティも出していきたいですけども、やっぱり大きなところでできなかった、ことですね。そのフットワークも軽くなりますし、結構とんがったものもできると思うので、そういうのを踏まえて今までのクオリティを保ちつつ、これまでできなかったこと、新しいことを、新しい領域のことをやっていきたいと思っています。まあ、これから作るものですけども、まあ、新しい当然、フランチャイズとなるような IP を作っていきたいですし、ただのスタジオの規模っていうのはそんな大きくはしたくなくて、少数の精鋭でやっぱり小回りが効くっていうのがやっぱり非常に重要だと思うので、そんなに大きなスタジオはなくて、まずは、まあ、一つのものに集中して作りながら、その後は、まあ、余力があれば、他のものも手掛けていきたいと思っています。そうですね、まあ、今までコリオンプロダクションでやってきた仕事と変わらないと思います。やはり、キャラクターをデザインして、背景をデザインして、でメカニックをデザインして、であと全体を見るという、そういった立場では今まで通り一生懸命頑張りたいと思ってます。ただ、以前の会社ではできなかったようなことをいろいろ個人的にもチャレンジしていきたいなという気持ちでもいます。そうですね、今まですごく愛されてきたタイトルもあったんですけども、それを超えるような新しい、ビジュアルとキャラクター、そういったものを作りたいなというのが僕の中での一つの目標です。まあ、ソニーさん、プレイステーションで、まあ、僕は世界的に、まあ、世界市場を弾けたというのはソニーさんのおかげで、まあ、あれから十数年一緒に仕事させていただいていますけど、非常に、まあ、スタッフの方含め、相性が良くて、非常にこう、なんて言うんでしょうね、フレンドリーで、いつも気持ちよく仕事ができるので、でいろんな会社からオファーがあったんですけども、やっぱりお互いがお互いを知り得ていて、そういう環境でやっぱりものづくりすべきだと思ったので、それでソニーさんに決めました。気持ちよく仕事ができるっていうのと、お互いそれぞれを、まあ、知り合ってるというか、お互い分かり合ってるので、この関係をの上に、まあ、新しい IP を作るのがいいのかなということで、ソニーさんに決めました。そうですね、また小島監督と新しいゲームを一緒に作れるっていうので、すごい僕自身もドキドキワクワクしてるっていう感じなんですけども、今回すごいファンの皆さんの温かい声援というか声がやっぱ届いてきて、ずっとゲームを作って絵を描いて一生懸命やってきたことがすごい良かったなと自分自身すごい思ってます。やっぱりその声援に応えられるように、また小島プロダクションで一生懸命頑張りたいっていう気持ちで今います。ですね、まあ、この業界入って30年ですね。来年30年で、まあ、今年52ですけども、まあ、新たなスタートということで、これからも僕は多分死ぬまで現役でゲームを作っていきたいと思ってますので、その辺は皆さんご安心していただいていいと思います。今まで以上に面白いもの、新しいものを作っていきたいと思いますので、まあ、できれば応援していただければと思います。